俺のカメラロール大公開。これです。めっちゃデブじゃない？全然違う、ね、全然違う、ムチっとしてる、うん、せーの、今日好き。こんにちは、サンザです。ジョヘです。タツヤです。今回の企画は俺のカメラロール大公開。今回は僕たち現役男子高校生のカメラロールを大公開しちゃいます。出題されるお題に沿った内容でスマホの中から写真を選んで公開していきたいと思います。最初のお題はこちら、幼少期の写真。幼少期かちょっと待ってよ。よっしゃ、いきます。探していきます。探します。幼少期します。俺ありましたもん。早っ。はい、ありました。どうぞ。はい、じゃーん、これです。どれ見た？え、かわいい。かわいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい。豚かわいすぎやろ。パンパンやで。顔とてパンパンですこいつ。でもまだサンザっぽくないの。もう立つやん。え、顔の立つやん。もう立つやん。これあり、これ幼少期。その一応見せてくれじゃん。これです。これ僕の幼少期です。若かわいいんだよこれ。それでいいよ、うん、これ幼少期じゃないけど小5くらい。え、これです。めっちゃデブじゃない？全然違う、ね、全然違う。ムチっとしてる、うん、しかもこれお父さんに髪切られてました。ちなみに角刈り。そう、角刈り。角刈りでした。かわいいな。給食とか2回ぐらいおかわり行ったぐらい。5回ですね。5回。いや1人で半分行ったことあるから。次のお題はこちら、小中学校時代の写真。あれさっき小学校だね。中学校な。中学校だったら。あ、でも俺サッカーの写真になっちゃう。どうしよう、ユニフォームとかが出ちゃうかも。うわ、今にやって幼少期の写真あったわ。めっちゃ可愛い。それ出せよ今。これが僕の幼少期の写真です。うわ、いた。かわいい。かっこいい、これは。かわいい。でも俺昔から動画やったから、確かに中学校の時はめっちゃ可愛いって言われてた。小中可愛いよね、うん、これが中学の中3かな、中3の写真ですね。卒団式の中3かな。じゃあ3年前ってこと。うん、うん、次のお題はこちら、最高の1枚。最高の1枚、一番漏れたやつってことですかね、まあ、やっぱ僕は寒い島で撮ったこれですかね。あー、それは奇跡だ。俺もそうかな、寒い島で撮ったこれかな。じゃあこれかな。これちなみにこうやってやるとこれ隣さんじゃん。おい、出すな出すな。おい、やめてくれよ。やめてくれよ、マジで。これ3なんですよね。これ最高の1枚じゃない。最高、俺の寝よ。あ、素晴らしい。最高の1枚。素晴らしいスマイル。俺の最高の1枚だろ。俺の寝よ。素晴らしいスマイル。えぐいよ、これめちゃくちゃ可愛いですね。傑作。まあ、これですね。サミットで撮った。みんなで。赤い毛いてます。すごい。うわ、そうやったか。カップルだる。カップルだる。最高の1枚です。俺の最高の1枚は。おい、なんかやってんちゃうやろな、こいつ。カップルなんすか。いや、これ最高だったな。だる、こいつ超愛かい。カップルだる。なんだ。次の問題はこちら、3階の辺のオフショットですね。オフショットね。はい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 。これね、めちゃめちゃいい写真あるよ。これめちゃめちゃ見せたかったんですよね、これベーコン取り合ってる。朝ごはん食べて終わったやつだよ。うまかったよな。うまかった。机あんのに、まずそっち置かないで。それみんな床に置いてこれ。それ3日目の朝やんな。え、3日目だっけ。え、最後じゃない、うん、最後最後だ。もうだから、みんなもう気合バッチリで、うそう、バカ食ってた。みんなで寝てました、これ。あ、みんなで寝たやつね。ツインベッドだっけあれ、うん、ツインベッドあって、それをくっつけてみんなで寝るっていう。いめちゃくちゃね。え、俺ら一緒にお風呂入ったもんね。そう、寝起きでご飯を食べる達也くんの動画です。めちゃくちゃ可愛いです、これ。めちゃくちゃ美味しかったよ、ね、これうまかった。めちゃ甘かった。朝ごはんめっちゃ美味しかった。めちゃうまかった、うん、ということで、今回は僕たちのカメラロールを大公開してみました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではバイバイ。 バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。標識最新話はこちらから。またね。じゃあね、また見てください。